みんな生還するルートとか、まあ生還はないだろうな、ホラーゲームだし。お笑い声が。すごいなんか、魔界のようになってる。これもう異界入りしてんだね、これ。多分ね。石頭。石頭かどうか知らんけど、石頭。石頭。なんて読むんだろうね。厄払い。さてと、指示に従ってと言われたけど、メモが、1階の、なんだろう、これ、科学室みたいな感じだね。で、あと、203号室。で、地下が乗れるとこ。まず203号室見に行こうか。203号室。行き過ぎたか。208。210も開くんだ。あ、ほうほうほう。あの、帽子があったところか。これだ、203号室。ここに何かがある。ああ、はいはい、見たの、どっかで。徳善のメモ。2016年の事故発生後の徳善の心情と、これなんて、苦心でいいの？びっしり書き込まれていて。俺は死んでない。でも半分死んでる。彼女がずっと俺の中にいるのを感じる。毛白女と、超心境の夢は見た。ただ夢だと思っていたが、それは違うようだ。俺は2016年あの日のことを何度も何度も経験するのか。あ、タイムリープしてる。4年に一度の2月29日、必ず5人が死ぬ。なぜ彼女はこんなことを。死人がまだ足りないとでも。2020年2月29日が終わるまでなら、彼女が支持する5人の生贄を回避できる可能性がまだ残っている。あの世で彼女の呪いを完全に打破し、彼女の信念を解くことさえできれば、同志に頼んで彼女を成仏させられる。それに他の人も必ず彼女に気づかれないようにし、他の人の計画通りに行動させなければ、これなんて言うんだっけ、調整でいいかな、調整なのかな。大善は彼らを発見させる、あと地下室の鍵も。タイムリープしてたのかね。2016年から今2020年をとにかくずっとタイムリープしてて、必ず犠牲が出ちゃってるんだ。厄払いの箱。これがあれば身代わりになって他の5人の生贄を回避できるってことか。これ見たな。次は鍵だよね。阿全、你不想再帮女鬼杀人，我也不想继续困在诅咒里。不管你找到的方法是不是真的有用，我都会试试看。为了石头。操られ、先輩と徳善は、あの幽霊の石頭に呪いによって、あ、石頭にか、呪いによって操られてたのか。だから殺されるのも知ってたというか。これどこだろう。これ寮ではない、パソコン室。これ隣か。多分1階だと思うんだよね。1階の科学教室、実験室かな、端っこ。違うか。科学実験室。こっちか。美容室。科学教室。ここくせえな。小慧、我可以这样叫你吗？当然可以。これって。
チンって最初に亡くなった子じゃなかったっけ、これかな。陳新慧。どこが、あ、どこが開いた、これか。チカが最初に死んだ人ってか呪いの元凶だよね。ライトが消えちゃった。呪いの元凶になった女の子か。惨殺事件があったんだっけ。そっから呪、あの橋は呪われた？え？何これ？誰か死体が。これは一体、赤ん坊？誰の子かわからない。ちょっと見てるだけで、見事でワンワンって聞こえにある鳴き声が何度も聞こえます。恋人のペアリング。特別な感情をする。内側に、チン・シン・ファイ。シン・フェイ。オウ・ジンロウ。最初の二人か。ワン・ジンロウ、シン・シン・ホイ。赤いワンピース着てるね。この二人か。呪いの元凶になったという。このアイテムが何か関係するのかな。地下室の専門解放する。はいはいはい。地下室に行きましょう。キーアイテムはゲットしました。これがキーになるわけだ。ちょっとなんか複雑っていうか、ちょっと何人かキャラがいるせいで わけわかんなくなってますけど。你做实验不要做太晚，我会担心的。你没做实验的时候也会来接我，我有什么好担心？你说过会保护我的。嗯，一定。不管发生什么事，我都会保护你。嗯，这是你的回忆吗？陈星辉，やば。一番最初の呪いの元になった人ですね。チン・シンファ、シン・ファ、フェ、フェ、フェ、分かってないや。その子が惨殺事件で死んでしまって、で呪いを言われた橋になったわけだ。その肝試しをした結果、超先輩とその石頭は巻き込まれちゃったんだよね。そっから言いなりだったのかな。人殺しもするから許してって言った結果、人殺しをさせられ、生贄をさせられてたわけだ。なるほど。で今回のキャンプメンバーが生贄になっちゃったわけだよね。よし、じゃあ地下室行ってみよう。よしよし、地下室行ってみようかな。これで倒せるのかな。他のメンバーが死んでないってことはないけど、どう考えたってな。あれな、これか。2人の間に赤ん坊を入れると扉が開くのか。なるほど。真的可以，走吧。嗯，宝剑で倒すことはできないんで、やっぱりちゃんと呪いを解かないといけないわけだ。あ、一時的なもんなんだね。もう難しいもん。開魂炉かな。冥界への扉を開く。いや、冥界の道を開くか。を捧げるだって。这里是学校地下室。あ、不、不对。病院？诊所？不可能。难道这里也是你的回忆？記憶。チン、チンはあれなのか。身ごもってたんですね。赤ん坊を。
だから赤子の声が聞こえるのか。トーマ、都一样。你到底想告诉我什么？威胁我也没用，我不会再被你带着走了。石头，你放心，这次我一定会好好保护你的。石頭ちゃんは乗っ取られちゃったのかな、チンに。体を乗っ取られちゃったのね。这次是房间。墙上写的这些是，该死，该死，该死。どの写真にも打ち付けられたような穴が開いている。これは彼女の表に出せない怒りを意味する。なんだろう。みんな男の子に見える。男性グループの写だって。結婚証明書。しかし、祝福されず結婚式を挙げることも正式な婚姻届を提出することも叶えとしてもお互いの伴侶になることが二人の夢だった。二人は結婚したいんだけど正式に祝福されない立場だったわけだ。うわっ、これなんていうの、名前やばいよね、読めないな、さっきのやつ。俺が責任を持ってちゃんと面倒を見るよ。君の家がなんていうの、何頭でそれなりの地位に気づいているのは知っている。多分俺みたいな貧乏人は相手にされないだろう。もしお腹の子のこと知られたら中途され、あー、身分だな、格差だ、家の。だから二人で逃げよう、心配いらないよ。家族を守るため俺はどんなに辛い仕事だって耐えてみせる。明日の夜10時橋の上でお茶を、そして一緒にここを離れよう。やっぱ最初駆け落ちだったのか。最初駆け落ちっていう話だったけど、もしかしたら惨殺事件みたいな話になってたけど、やっぱり最初は駆け落ちだったのかな。これは前に注文しておいた指輪だよ。内側に俺たちの名前のイニシャルが彫ってある。安物だけど受け取ってほしい。いつかはもっといいものをプレゼントするよ。学生証、助手席された東北大学の学生と無事に卒業できなかったことが彼女の人生のもう一つの心残り。身分差、格差で結婚は祝福されなかったんだね。で、駆け落ちしようとした時に彼は来なかったんだ。うわ、ウジ虫すごっ。这里是チトウジムシ、すごっ。ここはどこなんだろう。ごめんね、物語の理解力が少なくてごめんね、本当に。囚われてるみんなが。みんな囚われてる？死んでいないってこと？おぞましい光景だな。厄払いをするだって。雲みたいだね。厄払いってのは？何をどうすればいいんだ？手いか、これは。いや、もうか。もう白状。没想到第一个是你。なんか来てるか、これ。なんか来てるな。来てるな、なんか。逃げなきゃ。追われてる。かけろ。おお。ケツがすごいな。
これ矢印があって助かったわ。影が追跡してるこっちを。次行ってみようか。これは別に意味はないのか。今俺ここから来たんだよね。いやどうかな、わかんないけど。徘徊してんな、徘徊してんな、徘徊してんな。やばいやばいやばい。いやいるわ普通に。ちゃんと鬼ごっこしてるな。これ黒いシミがもしかしたら彼女の索敵範囲かも。これダメか。これ彼女の索敵範囲結構広いな。いやこれ逃げんの難しいぞ。わかりや、でもこの黒いあれが見えたら注意すればいいってことだな。地面の床多分これやり過ごせばいけそう。しゃがんで、こうやってしゃがんで、敵範囲からそういうことやな。よし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 。入っちゃう入っちゃう入っちゃう。よしよしよし。次なんかあるよ。鍵だ。対応する扉を開けることができると。あそこに隠れろってか。うそ、対応する鍵を持っていない。どういうことだってば。他に鍵なんてあったか。あ、来てる。大丈夫か。向こう行ったな。対応する鍵、他に行ける場所なんてあったかな。なるほど。他に行ける場所なんてあったか。他に行ける場所、来た道を戻ってみるか。ちょっと来た道戻ってみようか。そしたら他に行ける場所があるかも。立ち止まった？はいはいはい。ちょっと来た道戻ってみます。こっちはどうだ？こっち行けるか？こっちは来たのか？あ、こっちはあれか。最初に逃げ込んだ方か。あ、隠れられると。了解。なるほど。
他の道があるかな。これか。オッケー、見つけました。こっちだ。よし、いたいたいた。テイカー、これは下の名前か。一旦隠れるわ。これで先へ進めんのかな。やっぱ来たわおお、見つかった。あいつ足のね、汚れのおかげでどこにいるか分かりやすいから助かるね。WC 向こう側に、多分向こうのフェンスだよね、おそらく。おそらく向こうのフェンスだよね。遠いな。やってしまった。間に合うかこれ。間に合うと思う？間に合わないかなこれ。間に合うよね。一応だけやってみよう。おお、際ど、際ど。見られない位置から来てくれたおかげで助かったね。ふう、さて、そしたら遠ざかったな。ここであると信じたい。当たり。先行っちゃおう。次は天命か。なんかかわいそうなやつだったな。叫び声を上げなかったな。来そうなもんだけど来ないのか。さっきは反応あったんだけど今回反応ないね。よし、次だ。間に合うかこれ。危なかったな。危な危な。来てはいたんだ。よし、もう最後にふさわしいこのホラー展開、いいっすね。もう一気に行っちゃいましょう。トイレかこれ。隠れられるとこね。どっかにレイがいるはず。あ、どこだこれ。行き止まり。ここは隠れられないのか。ここ隠れられるね。なんでこれ。ノー、なんだ。ノー、ノーを失えば。ノーをゲットしたぞ。とりあえずバレたので一旦あいつ早えな。ちょっと今次どこに行けばいいか分からなくなってる。ちょっと迷ってるね。まだ近くにいるな。行ったか。向こう側にいるのか。ちょっと待って、分かんなくなってるな。鍵がない。ここにはいつでも逃げれるね。で、こっちから来たんだよね。トイレの方から来たんだよね。
まあ、隠れる場所はある。場所を把握しよう。でここに脳があって、脳があっていなくなったか分かりづらいな、ここ。じゃあ多分奥行って左かなに行ければいいんだけど、何にせよちょっと分かりづらいな、マップが。どうやってやり過ごそうか、これ。奥入れる？引きずった跡があるかな。あ、トイレ多いね。ここにもトイレ隠れるとこある。あ、行き止まり。いざって時は隠れるようか。ちょっと遠いね。あいつがどこにいるかわかん、いや来てるわ。危なかった今。危なかった。足元見てればなんとかなる。いや確認しといてよかったね、こっち逃げれると。来てる、このほら黒いやつが。そうですね、近い近い証拠です。行ったね。入れた入れた、よし入れた入れた、オッケー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 、入れた。ふぅ、さて、これはレイか。抱歉，不能做的，也只有这样。これこれこれ燃やしてない？あと最後、石頭か。石頭先輩ってな、本当にそういう名前なの？読み方が分かんないな。石頭先輩かな。まあ向こうの読み方は分かんないけど。心臓、心臓を捧げよう。最後、そこにいる。まだ奥行った。待って、でも鍵、鍵ねえ、鍵。待って、鍵鍵鍵、心臓で開くのかな。鍵ねえか、ねえか。対応する場所の鍵持ってねえんだよな。まあ、ちょっと鍵が必要かどうかわからないけど、ちょっと一旦また戻ってみるか。そっち右行けないもんね。あれどこ行った、敵。どっち行った、こっち行った。やべ、見失った。行ったな、そこにいるな今。離れたら行こう。そっち行けないから、でトイレには何もなかったし、あとここなんだけど、鍵をどっかでゲットしなきゃダメだな。鍵どこだろう、鍵どこだろう。あった、これだ、鍵ゲット。間に合うか。よし、うお、早い早い。あ、今左行ったか。いや、そこにいるな、まだまだそこにいる。あ、行った、 OK、 チャンス OK。
うわ、不気味な部屋だ。身上缺了好多器官。これか。心臓が保管されていた。あー、間違えた、ごめん。まだ。これ。やばい。しまった。間に合うか。そうか、向こう側に繋がってんのか。そう。心臓を別に渡さなくてもいいのね。いや、これ向こう行きてえけど、タイミングが難しいな。なんとか向こうに行った時に、タイミングよく抜けないとな。これバレちゃうかな。怖え。いや、これ無理じゃね。ここだ。はい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 。隠れる場所はあるね。よし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 。オッケーオッケー。万が一見つかったらここ通ろう。今チャンス、今チャンス。目玉。眼球えぐった。ちょっとまた戻ってきそうなので一旦やり過ごすかな。いや、これ行っちゃった方が良かったかな。悩むところだね。行っちゃおうか。よし、ここだ。いやー、ちょっと近づかった。しまった。痛い。近かったか。迷わず行った方がよかったな。どっからだ。鍵か。はいはいはい。 OK。 もう一回、もう一回行きます。よし、向こう行ってる間に目玉を取って、で次あいつが抜けてったら右の部屋に行こう。来てる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 。抜けてったら今のうちにこの部屋へ。これは男性グループの写真に、ドスドス、頬を目から心臓まで、釘が何度も何度も肉体の臓器に突き刺る音が聞こえてくる。手の钉子、这个刚那个人物身上好像有看到。臓器を戻して、臓器を戻して肉を手に入れる。あ、鍵を手に入れる。どういうことだってばよ。ちょっと待って、今見つかりたくないんだよね。ちょっと待って、いや、来てる来てる。あっ、ぶね。なるほど。さっきの部屋に戻るってこと？
さっきの部屋に臓器を戻すのかな、全部。どうやって戻ろうか。次割としんどいな。あと追っかけるだけか。これか。じゃあまず心臓を、まず心臓を、あこれですね。ここに心臓を、捧げる、目を捧げる、そして脳を捧げると。で、針をゲットするか。藁人形をつけるときにも使用されると。はいはいはい。で、こいつを持っていけばいいんだな。さあ、問題は来てる。これいいね。この影のおかげでだいぶ回避しやすいね。ん？そっちに行ったか。これチャンスだ。行っちゃおう。一気に行っちゃおう。はいはい、今チャンスですよ。 OK、 五寸釘。やっと進めるぞ。あと一人、この子、金髪の子。この子を解放してあげましょう。呪いを解くっていうか、呪いを解くになるのかこれ。呪われたままな気がするけど。ネックレス、姉妹の色違いのネックレス。お互いが似合う色を選んで一緒に購入したネックレス。大学生と二人が初めて共有した灰の親友の証。やっぱ親友だったんだね。魔導解除。接下来就是把那颗心脏毁了。我能做的也只有这样。心臓を破壊するだけだって。あれに宝剣をぶっ刺せばいいのね。 OK。止まった。こいつに直接攻撃しても効かなかった。でもとどめか。首絞めて効くのかこれ。
やった。崩壊が始まる。結局どこだったのこれ。地下じゃないの。病院でっぽかったけどね。你成功了，还好我赌对了。賭けに勝った。有这个，说不定就可以找到王金龙。这样真的就可以救大家，救石头了吗？其实，我比你更担心。如果我可以获救，你们也可以从诅咒里解脱，当然是最好。其实，应该跟你说声对不起。所以你大概也不需要了。你走吧。赵新桥，谢谢你。あ、終わった。救済を待つというエンディングですね。これエンディングの種類あんのかな。ちょっと調べてみますこの後。救済があるのか、あるいはこのどういった内容だったのか。とりあえず誰も助かってないですね。みんな犠牲になっちゃいました。助かるエンディングないのかな。エンディングが不気味。完全にこれ呪文というかお経ですよね、これね。现在是2020年6月10日深夜，记者来到东湖大学女鬼桥，现场师父正在进行开魂仪式。这起因匿名讨论版爆料受到全台瞩目的校园暴力事件，背后隐藏一则令人鼻酸的爱情故事。因爱殉情的王姓男学生家属与陈姓女学生父母决定择日举行冥婚，完成两人生前遗憾。冥婚を行っただって。死んだ後に行う結婚式だよね、冥婚って。这场背叛朋友、选择一个人活下去的噩梦、从来没有停过。被困在桥底的每一天，我都在想，有谁可以来救我们？什么时候才可以解脱？现在，终于要结束了。あれはチンか。陈新慧，你以为你跟我一样，没人在乎你，没人爱你，被所有人背叛。现在你知道了，有一个爱你的人，一直在另一个世界等你。石头，这次就换我当你。好啊好啊，来来来。
哎呦，不会啦，我来。好哦，好，这个好。嗨，赵星桥，好久不见。我，三八话就不用说，早就听腻了。可是，这么久才见到面，你就没有其他想说的话吗？我知道了，我有很多话想说，很多，很多。那就慢慢说吧，在离开之前，我们要尽情说个痛快。どうなったんだこれ。やばい、どうなったか分かってないぞ。呪いが解けたのか。二段階スタッフロール。二段階によるスタッフロールであって。あ、グッドエンドなのかこれ。てかグッドとかバッドとかあるかどうかちょっと調べてないから分かんないんですけども、どういうことだ。まあ、ちょっと今考えてもわからないので、これ終わった後にちょっとネットで調べてみますね。はい、終わった後に調べてきました。ちょっとわかりづらかったので簡単にざっくり説明します。このお話の最初のいわゆるこのメキ橋の呪いなんですけども、1979年にチンだかチェンデっていう女の子と、ウォンっていう2人の恋人がいたんですが、男の方ウォンの方は、家が貧しいっていうか、その2人で結婚できるぐらいの身分の差がみたいなのがあったみたいなんですね。なので、結婚ができなかったんですけども、駆け落ちしようということで、メキ橋で合流して2人で駆け落ちしようとしたんですが、これはどうなんだろう、タイミングが悪かったのか、それとも男性日にちを間違えたのかちょっと分かんないですけど、チンの方は待ってたんだけど来なかったんですよ。でその時にさっき男性5人グループってのがあったと思うんですけどに、強姦されたんですね。はい、で、殺されてしまったと。しかもでその時にまあ鬼になったわけですね。鬼になって、そいつらを殺したと。まあ、裏切られたという気持ちとその襲われたという気持ちで怨霊になったわけですね。でそいつらを殺したわけです。でその後来なかったって、これはどうなんだろうかな、来なかったんじゃなくて時間が違ったのかな、に来てたウォンがそれを知って自ら命をさらに絶ってしまったと。でそんなことがメキ橋の、まあ、伝承になったみたいなんですね。でその後2012年に超先輩と石頭読めないけど2人もそのメキ橋の伝承の肝試しをやったんですけども、やっちゃいけない階段のこう数えるやつをやっちゃったんですね。でかつ、そこに貼られてた強力な護符を剥がしてしまったんです。よって、またチンが現れて、そこにいたキャンプメンバーを殺して回ったと。その時に超先輩は命乞いをしたんですよ。人殺しでもするから許してって。そしたら超先輩だけは助かったんですけど、以後人を殺す、呪われちゃうわけですよね。だから人仲間を裏切って自分だけ助かったわけですよ。で彼女はそのことの、自省の念というかで、どんどん病んでいくわけですね。で2016年今回のキャンプメンバーですね、今回の話です。2016年が、そこにもう取り憑かれている蝶がこのキャンプをノリノリで参加させてみんなを生贄にしようとするわけですよ。だからどんどん殺して回るわけです。実際そうですよね。で殺して回るんだけど、その中の一人、李徳善ですね、じゃない、木徳善だ、
は、殺される直前で、自身が呪われること、身代わりになることによって生き延びるわけですよ。はい。蝶を含めて全員殺して、自分だけ助かったわけです、今度は。だから逆の立場ですね。蝶先輩がやったことを今度は木徳善がやったわけですよ。で、木徳善は、その後永遠に裏切りのループを何年も続けるわけですね。この夜を繰り返すのかな。それが2020年まで続いたのかな。で、そこで、木徳善が呪いを解いてこのループから抜け出すための、まあ、封印を解いん最後のあれかなをやるわけですね。何言ってるか分からないですけど今回はだから2020年まで続いてたわけですよ。2016年で起きたことは、みんなを犠牲にしつつもそのループから抜け出すために最後封印をすると。だから徳善は、自分の世界に帰ってったのかな。あれちょっと分かんないですねごめんなさいなんかそんな感じのことみたいです。まあだから2回繰り返して3回あったのかな、悲劇が。そうで3回目の悲劇、1回目の悲劇、そうですね、はい、悲劇があって、でその悲劇のループを繰り返さないために、木が自分を救うため、みんなを救う、みんなを救ったかどうか知らないですけどに、最後の儀式を思いついてそれを成し遂げたわけですね。まあやったのは蝶先輩ですけども、だったみたいです。ちょっと難しいですけども、こういうお話になってるみたいです。まあ映画とかもね出てるんで、映画版とか見てもう一回もっとね皆さんの、私なんかよりも理解力高い皆さんの方で理解していただければと思います。はい、エンディングは1個しかないみたいなのでこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。